に未経験で入った方が今次のステップアップのフェーズに立っているというところです。でそこで半数の44名の方に関しては、この道20年、30年のベテランのエンジニアが在籍しておりますので、はい、エンジニアの何でしょうね、方の得意とするスキルが多岐にわたっているので、はいはい、いろんなことを学べる環境かなとは思っています。はいはい、それは本当に興味深いです。ありがとうございます。それを見たんです。私のような、私のような、あまり経験が短いの人には本当に手伝ってこれるんです。ありがとうございます。そうですね、教育支援制度ということで、弊社でですね、転生している IT スクールでの研修ですとか、あとは、社内での勉強会ですね。ちょっとコロナの前ほどの頻度にはなってないんですけれども、今だとオンラインで月1回ぐらいですね、ベテランの講師が、ベテランの社員がですね、講師を務めて、社内の、エンジニアにですね、今日はじゃあ AWS の勉強しましょうとか、はい、中には英会話であったりとか、ただね、IT で使われたり、いろいろなことを学ぼうという場所がありますね。はい、あそこに Python にも今現在新しいのように コースも始めていることも見たんです。ありがとうございます。はい、そういったですね、社員同士の横のつながりですとか、一緒に、一個人のスキルアップも大事なんですけれども、その会社としての技術力を上げるっていう意味では、その一人の方のスキルをですね、みんなでシェアをしながら、一緒に、スキルアップしていこうという社風がございますので、はい。はい、中でもご安心してご入社いただける環境かなと思います。はい。はい、ありがとうございます。で、授業内容なんですけれども、弊社ですね、現在エンジニアリングサービスがメイン事業になっておりまして、これがどのことかといいますと、社内でも IT のお仕事というわけではなくて、お取引先様ですね、お客様のプロジェクト先での、お仕事になるというイメージですね。なので、はいはい、弊社の本社は多摩市にはあるんですけれども、勤務地に関しては東京都がメインになります。本当23区内どこでもっていう感じと、一部埼玉、神奈川、東京とか、ちょっと外れたところもあるんですけれども、なので、実際そのお仕事をいただくときに、社会にしていただくときには、お客様のところに行って、その社内の弊社からチームでプロジェクト参画いただくこともありますし、今お一人でそのプロジェクトにいただくこともありますが、そういったお仕事の体系にはなっております。はいはいはい、大丈夫です。今、インターンシップの時にも、私は一人で目、私の全部のプロジェクト開発しましたんです。そして、クライアントハンドリングとか、クライアントリズニングとか、クライアントのそのような内容のマッピングとか、そのこともした経験もあります。なるほど、ありがとうございます。もうお一人でそのプロジェクト参画っていうところはご不安ないってことですよね。はい、ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。あとは、現在はそういうエンジニアリングサービスということで、お客様のところでお仕事していただくというのがメインにはなるんですけれども、徐々にその社員数が増えていったときに、その社内での自社開発であったりとか、自社サービスっていうのが作れればいいなということは今考えております。はい。で、先ほど、ちらっとお伝えしたんですけれども、弊社にその研修制度がありますということではあるんですが、88名のうちに約半数の方が未経験でご入社いただいているので、そして引き続きスクールの方で2ヶ月間無料で研修を受けていただくということはやっております。はい。ただ、田沼さんに関しましては、大学でも、IT も学ばれてますし、インターンで3社ご経験あるということなので、その研修というよりかは、社内の勉強会ですとか、あとはその資格支援制度、そういったものもありますので、はい、IT の資格を取得する際にですね、合格時にその、受験料、会社の方で負担させていただくという制度になっております。で、それを利用していただく方がいいかもしれないですね。はい。
その資格もですね、取っていっていただけると、お給料のプラスその資格手当っていうのもついてきますので、そのあたりもご活用いただければなと思います。ありがとうございます。で、条件面に関してだったんですけれども、チャラナムさんが実際その日本でお仕事をされる際にですね、大体給与のところなんですけれども、年収で大体おいくらぐらいをご希望ですか？それは今決めてないんですけど、なぜなら日本語生活方はそのことがわからないですからです。ありました。ちょっとこのあたりはまたお話が進むときにご相談させていただくという形でよろしいですかね。ありました。では、あと働き方に関してなんですけれども、弊社ですね、お給料、月額のお給料に20時間の残業代が含んで入っております。なので、20時間残業しても残業しなくても金額かからないですよというものにはなっています。20時間を超えた分に関しては、しっかり残業代のお支払いさせていただきますので、そこはご安心いただければというよりも、あと弊社でですね、その20時間残業しますっていう点の方が圧倒的に高いので、ご安心いただければなと思います。福利厚生のところは、各社会保険すべて含まれてますし、交通費も支給させていただいてます。ですね、夜勤対応手当というのもありまして、定期からご入社いただく方に関しましては、最初ですね、いろいろなお仕事を想定して、プロジェクトを参画いただくということがあって、例えば、インフラ関係ですね、サーバーの、監視作業、データセンターで夜に夜勤対応いただきながら、もしかエラーが対応していただくみたいな、そういったお仕事もあるんですね。なので、その際には、夜勤お支払い、夜勤手当お支払いさせていただきますという文言が入っております。なんですけど、ただそのは、ご希望のお仕事内容としては、やはりこのウェブアプリの開発ですとか、それ開発職をご希望ということですね。そうです。ありました。弊社もですね、そのエンジニアリングサービスがメインにはなっておりますので、その時のプロジェクト先というのが、開発、インフラ、大体、両方あるかなと思うんですけれども、例えばそのインフラだけだったりとかっていう場合も、時には出てくるかなと思うんですよね。その時に、そのインフラ関係のお仕事ですとか、そういったことっていうのは、ご興味のあったですか？大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。そうですね。条件点のところは、お伝え以上になるんですけれども、何かその弊社の会社のこととか、業務内容のこと、今お伝えした条件面のことで気になることですか？ご質問でございますか？それはですね、私はまだ経験が短いので、少し手伝ってくれる人たちが、誰かさ、仕事した時、わからない時は手伝ってくれる人が誰か、私のついてトレーニングもありますかと。そうですね。基本的には、プロジェクト先での、チーム参画の場合、ベテランの社員がついて一緒にお仕事をするという形にはなりますので、そこはご安心いただければなと思います。で、もし一人でプロジェクトに参加するとなった時にもですね、エンジニア一人に対して、現状が1年必ずつきますので、その現状担当の電源を取っていただきながらお仕事を進めていただくっていう意味になるかなと思います。なので、そうですね、プロジェクト先の選定に関しましても、事前にですね、こういったプロジェクト先がありますよということは、選択肢としてお出しさせていただいて、その中で、通勤のことであったりとか、あと業務内容のそのレベル感、そのあたりも事前にそのプランナーさんと打ち合わせをさせていただいて、その本当に無理のない範囲で、
ご就業いただくっていう形にはなります。最初からすごくハイレベルですとか、そういったところには入らないかなと思うので、そこはご安心いただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そこで、お仕事慣れてきてからですね、ウェブアプリの開発ですとか、ウェブサイト開発、そういったところにステップアップ進めていけるように、弊社の営業担当ですとですね、キャリア面談などをしながら、今後のキャリアプランに関しては、もっと改めてご相談させていただきたいなと思っております。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この他、ご不安なことっていかがですかね？あ、聞こえませんでした。あ、篠田さん、ご不安に思われていることはございませんか？ない、ない、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。ありました。今日は、すみません、入社に関してお伺いしたいことがあるんですけども、実際そのお仕事を日本にしていただくとなった際に、ビザの取得とか、いろいろ申請が必要になってくると思うんですけれども、大体その就業開始可能なお日にち、大体いつぐらいからの予報とかって、めどはございますか？ああ、私もいつでも大丈夫です。どうも大丈夫です。わかりました。はい、ビザとかの申請って今って大体どれぐらいでできるんですかね？もう1ヶ月、2ヶ月とか？はい、そんなぐらいです。わかりました。実際ですね、もしご入社いただくとなった際には、入社日を決めて、それに合わせて日本に来ていただくという形にはなると思うので、ちょっとそのビザのところとかですね、まだ確認いただければなと思います。はい。はい、そうですね、通勤時間なんですけれども、基本的にですね、プロジェクト先が、人によって頻度は結構変わるんですけれども、1年で変わったり、2、3年で変わったりとか、本当早いと半年で変わったりとか、そういうこともあるんですが、そのことですね、お引っ越しというのではなくて、そのお家から通勤いただける範囲でも、就業先を探していくっていう形にはなるんですけれども、大体通勤時間の皆様が時間の都合出ていただいてるんですけれども、こちらは大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、今回、デュータ様からご応募いただいていると思うんですけれども、他の会社さん、今、変更が進んでいる会社さんのことをお伺いしたくてですね、面接をすでに受けて、結果を待っている会社さんと、あとは今後、面接を受ける予定の会社さん、ちょっとね、何社様のことをございますか？面接を受けるよ、会社さん。受ける予定の会社か、1社とか2社とか、はい、ありますか？うん、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、では、確認事項は以上になりまして、はい。はい、もし、タラスの方から何かご質問等なければ、これで面接は終了させていただければと思うんですけれども、それとか、はい、会社のことでも、仕事のことでも結構ですので、ご質問は大丈夫ですか？はい、私の、会社のとことです。それは、いろいろな、いろいろなウェブ、サイトといろいろなこと、社員に学べさせるというようなこともあるのことですけど、新しい入った社員もそのことを受けることができますか？そうです。入社いただいた方に関しましては、弊社の資格支援制度ですとか、あとキャリアアップ支援、そのあたりの、福利厚生というんですかね、社内の、そういった制度っていうのは、ご利用いただけますので、そこはご安心いただければなと思います。はいはい。そして今現在にこの会社で AWS とか Python とか PHP とかいろんな言語を使えておるので、あんまり高い的に使えている言語を教えていただいてもいいですか？結構言語も本当にその人によってって、プロジェクト先によってって形にはなるんですけども、これまでサラナマさんが使われてた Python とかを、JavaScript とか、
このあたりは、ね、精度高くプロジェクト先っていうのはあるかなと思います。はい、ありがとうございます。大丈夫そうですか？はいはいはい。はい、ありがとうございます。その他ご質問大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。ただですね、以上もつまって本日の面接終了とさせていただければと思います。はい、はい、その本日の面接の結果につきましては、またジューバー様に本日ですね、1週間以内に、ね、ご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お時間いただきまして、どうもありがとうございました。はい、あ、こちらこそどうもありがとうございました。はい、じゃあこちらで失礼いたします。はい、はい、失礼いたします。